堀直より、堀直よりは、安土桃山時代から、江戸時代初期の武将、大名。越後坂戸藩、品野飯山藩、越後長岡藩、越後村上藩主。堀直政の次男、または三男。兄に直清、弟に直行、直しげら。性質は、長沢松平家出身の松平近清の娘。子に、直寺、自家娘。 池田長爪正室、娘、岡部幸隆正室。官位は、十五位下単語神。天正五年、千五百七十七年、堀直政の次男、または三男として誕生。天正十八年、千五百九十年、十五時の堀秀政が死去し、また重定で秀政の着男、修士が幼かったため、家督相続が父として進まなかった。過労だった父、 直政は直よりを使者として、豊臣秀吉に自起訴した。先進、秀政、軍に死し,しそうらえば、その子修士、幼年なりと申せ、よろしく、継ぐとなしたまうべし、もし立つことを得ざらんには、これ死身の罪なりと、向上したが、直よりはこの時十三歳であった。秀吉は修士の相続を認め、直よりを自らの故障にし、呪講した単語神に除任された。 慶長三年、千五百九十八年、堀家が、越前北の正常から、越後春日山城へ転保となる。直よりは、老齢の父を助けるため三年の暇を賜りたいと、秀吉に直訴、これに関心した秀吉は、丹後守る。直よりは、器量あるのなり、府兄と共に国政を聞くべしと了承し、越後大沼軍坂戸城に万国を与えられた、坂戸藩。 秀吉の死後、合図では、上杉影勝が不穏な動きをしており、直政は、徳川家康に情勢を報告した。家康が、上杉討伐を決めると、堀家にも、津川口より合図へ攻め入るべしとの指示が来る。一族の合議の際、直よりは、太閤殿下への御恩に報いるべきと噛みすぎ、石田三成と組むことを主張したが、堀氏は、東軍方についた。 慶長五年、1600年8月1日、越後国内で、上杉移民一揆が勃発する。一揆勢により下総造が陥落史上主の小倉、清弘氏が討ち死にした。なおよりは、下総造に攻撃を加えて、翌日に奪還し、戦後に、家康、秀忠富士から官情を授与されている。9月1日、家康より書状が来る。 石田三成らが、美濃の大垣に集結しているので、自分はそちらへ出馬する。合図の上杉影勝が、坂戸方面へ進行するようなら、真田信行、本田康重、平岩近義、牧野康成に遠平を出すよう命じてあるから、これら諸将と協力して城を建守するように、というものであった。九月八日、直頼よりは父直政、兄直清と共に三条城から津川に向けて、 兵を出した。津川に向かう途中、合図の兵三千余人と共に、一気の兵が、高所に上り、三段に構え、深田を前にして備えていた。これを見てなおよりは家臣に、敵が深田を前にし、高所にて備えているので、戦っても必ず敗北する。密かに脇道より、敵の横合いから攻めて切り崩さば、勝利はこちらにあるとして、身近な兵十人ほどで崖陰に周り敵の右の、 傍らより迫り、鉄砲を打ちかけて木を切り崩し、これを平定した。慶長七年、1602年、四君、修士の弟で、越後座王道上主、堀新良は、直政と不安になり、国政を変えるなに、修士にも不満があり出奔。親寮は、おいで修士の次男、鶴千代を、自分の養子として、座王道上主にした。直よりは、鶴千代を補佐し、 鶴千代が創生して、座王道藩が、廃藩になると、坂戸と座王道を兼務し五万国を領有した。座王道場城は、長尾ため影の弟、ため重が築城した城だったが、品濃川の側で年々侵食が進んでいたので、上流の大島省平方原に、築城の計画を立てる。この地が長岡と呼ばれるようになる。語源には、神田標町千住の地が遠くから長い丘のように、 見えるから、長岡氏、長岡京に似ているから、越後王古城しつけ、お立ての乱の頃にこの地を漁した、長岡縫いとの助、縫いの助地なんだから、越後散乱記、など諸説ある。長岡が文書に出てくるのは、慶長十年、1605年に、蔵王堂渡渡森を介に、長岡渡しに場所を変更する、今まで通りの九枚で雇う、胸の文書が、鶴千代の老身。 堀会守るから出された時である。これ以後、長岡の名が文書に多く出てくる。慶長13年、1608年、父が死去した後、兄、直清が家督を継いだのを不満に思い対立する。慶長15年、1610年、直清が僧侶を殺害した事件を、徳川家康に訴えたため、直清と越後高田藩主で修士の着難、堀忠都氏は改役され、 自身も一万国憲法された、越後福島騒動。これは、修士と、親良、直清と直よりの兄弟総国が引き金になり、家康に、堀家女風の口実を与えてしまったのである。直よりは、品の飯山藩四万国に転法され、長岡築城は中断。新たに、高田藩主となった、松平忠照の家臣、山田勝重が、蔵王道上主になるが、 高田城追記のため、認知を帰り見る暇はなかったようである。飯山藩四万国を領してからは、寸府にいて、家康に仕えた。慶長十六年、六百十一年、寸府城火災の際にいち早く駆けつけ、宝物金銀を運び出し消火に当たった。その際に、消火の器物に自分の名前を書いておき、後から来た人々は皆、名をよりの名の入った器を使ったので、 この時の手柄は、直よりのものとなり、身の田芸軍に一万国く数をされた。大阪夏の陣に、弟、直行と共に参陣。山和口の軍将、水野勝成の手に属し、一番に、直より、二番に、松倉重政とした。五月五日、水野、松倉らは、田尻、直よりは亀瀬それぞれの経由で、河内へ到着した。その際に、 ナオよりは里人に近道を尋ね、亀瀬からは近道だが、その昔ここを通った、もののベゴリアが戦いに敗れている。以降、聖徳大使の時代より、不吉な道として、石に亀の印を刻んで戒めとしたため、誰も、軍勢を率いてこの道を通らなくなったと聞かされた。これを聞いたナオよりは、私がこの道を進み的に勝てば、千年続いた、愚かな迷信が解けよう。 森屋は、廃止したかもしれないが、私は、勝って生きてみせる。もし私が戦死したのなら、後世の戒めとせよと言い、ガメゼを越え、水野、松倉らに先んじて、河内へ到着したという。夜も更けて、水野勝成から、敵が寄せてきたらしく、松松が多く見えてきた、侮らず警戒せよと、諸将へ伝言があった。これを聞いた尚よりは、 勝成は物事に慣れていると聞いていたが、どうやら後者ではなかったらしい。寄席たる敵がどうして、松明を照らすだろうか。あれは、敵ではないと言った。しばらくして、再び厳令が来て、松明がすべて消えたので、敵にあらず告げると、なおよりは、いやこれは敵である。何事もなく、松明をつけていたが、後者あって消させたのだろうと言い、これが、敵将。 後藤元寺の舞台であったという。六日未明、片山、道明寺の戦いで、松倉重政の崩れるのを助け、横から撃って出て、元寺の兵が崩れたところを一気に押し切った。この激戦で、後藤元寺、鈴木きが金助らの名称は戦死した。七日の天皇寺の戦いを経て、八日に、大阪城は陥落、大阪夏の陣は終結した。現那二年。 1616 16年4月1日、直よりは、重病の家康から神殿に召し出され、大阪の神での軍港や、平時の武備を勝備した上で、わしの死後、もし戦乱が起きたのなら、東道高虎を、将軍の一陣、井、e、井直高を二陣とし、お前は、両陣の間に備えて横から撃って、敵を撃破すべし、必ず忠義に頼るべからずという遺言した。2年7月、 松平忠だてるが海域となり、10月に名をよりは3万国家増で、再び長岡の領主となり、越後長岡藩が立藩された。築城と共に、城下町の整備も行い、外交の新潟町、新潟港、現在の新潟四小町付近は、公益や人口増加のことを考えて、所税を免除し、以後の発展の礎を築いた。あっ、4年。 1618年、2万国の加造を受け、越後村上藩10万国に転覆。長岡城は、観光目前で、牧野忠明に引き継がれた。牧野氏は、幕府の養殖にあり、寛永7年、1630年まで長岡に入国できなかったこともあり、明暦3年、1657年の改正まで、しきたりと称し、堀丹五種五ご門通りとして、 なおよりの制度をそのまま踏襲し、いささかの不便も来たさなかったという。なおよりが村上に入部の際に、家康より百万国の六を与えるというお墨付きを所有していた。これを示して老中に百万国を請求をしたところ、老中は困り果てたが、百万国の石の字に虫食いがあるのを見つけ、これは百万国ではなく百万両であろう、よって、 佐渡金山を向かう三年トらすべしと加盟して、早々に立ち去った。これに起こったなおよりはこの金で、村上城を増改築し、四分の増員を行い、江戸の上屋敷に両運院を建て、死の場図池を作った。後に、巨城の改築と四分の増員について、江戸幕府の質問を受けた。また、村上藩主として、村上城下町の整備に携わり、現在の島市の基礎を築いた。 直よりの屋敷には、徳川秀忠、家光夫子が訪ねてきている。寛永六年十二月二十六日大徳院殿、秀忠直よりが屋敷に、お渡りありて、助国のお刀、貞宗のお脇差しを呼び黄金三百両を、玉物府、七年二月十三日大有院殿、家光直よりが、宅に渡らせたものの時も、助光のお越し物黄金二百両を恩にしせらる、完成重州所家府。 元那年代、上野には、直よりの屋敷の他に、東道高虎、津軽信平の屋敷があった。津軽家の上福寺御遊書略記によると、上野は、お家、津軽家、並びに、東道や、堀家の屋敷と申しこうところ、徳川家にて、御病地となされ公設、開地をもって、お取り上げと、愛生こうところ、お家の寺院、新良院、東道家の鑑賞院、堀家の良院は、 格別に待遇なさるるも向きとある。寛永2年、百6 2 5年に、天海の発意で寛永寺が創造され、両運院は、上野最大の達中であった。なおよりは他にも祇園堂、大仏殿なども寄進した。寛永4年、百6 2 7年、拓安修坊が罪に問われた際、天貝や野牛宗のと共に斜面に奔走した。拓安は、 なおよりの駒込の別邸に二年間世話になった。歓迎八年、1631年、戦死者遺令のため上野歓迎寺に、上野大仏、釈迦如来座像を建立。歓迎十三年、1636年、官歴を機に隠居し、着難の直寺に家督を譲り、自らは、鉄断と合した。この人生の節目に、肖像画制作を希望、あるいは宅案だから進められ、 かの太夫の筆になる呪像が残っている。しかし、寛永十五年、六百三十八年に、直司が先立って死去、孫の直貞が家督を継いだ。寛永十六年、六百三十九年六月二十九日、駒込の別邸で病死、去年六十三、友人の宅案から、両院,院殿前、短州大使鉄短州区議大孤寺と追悼を受けた。直沙は、 寛永19年、1642年に溶接、着流は断絶。村上藩は廃藩となったが、三万国を分け与えられていた次男の自家児が、越後安田に陣屋を構えて、安田藩を立藩後に陣屋を村松に移し、越後村松藩に解消。自家児の子孫は、明治維新まで存続した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。